はい、今回も始まりました、生ラハイロングのお時間です。はい、相方がいないですね。まあ、今回は企画を聞いてないんですけども、まあ、ちょっとだけ聞いたのは、何やらゲストの方が来られてるということで、ゲストの方早速呼んでみましょう。お願いします。どうもどうも、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今回の企画早速発表させていただきます。 G カプコの育乳クッキングイエーということでね。 G カプコさんですか？あ、 G カプコですよ。初ゲスト、初ゲスト G カプコです。あれ、ご存知ない？いや、知りません。 G カプコがお送りする育乳クッキングということでね。あなた、育乳っていうのは分かるの？育乳ですか？父を育てるということですか？そうですね、はい、ただ父を育てるだけじゃないんです、うんうん、大きくするだけじゃない、うん、育乳っていうのはね、こう、はい、形をきれいにとか、ああ、美乳っていうか、そういうことも意味があるんですよ。あ、だから早速今日はね、はい、この育乳クッキングでみんな育乳してもらおうじゃないかという企画でございます。Gカプコさん、はい、字そんな綺麗じゃないんですね。字カプコは字が汚いわよ。知ってる？おっぱいが大きくなればなるにつれて字は汚くなる、うん、頭も悪くなるんです。そうなの？そうですよ。東大はみんな A か B。いや、これ知ってますか？エフランはもう字以上しかいません。あ、そうなんだ。そういうことになっております。じゃあね、早速料理のレシピの方をこれから公開したいと思いますので、しばしお待ちください。ながらハイロング、あのクッキングということで、はい、今日使うもの言っていきたいと思います。まずね、豆乳です。これね、もう有名、これイソフラボンというね、うん、お乳にいい成分いっぱい入っております。あ、そうなんですね。でね、これタンパク質っていうのも大事なんですね、うんうんうん、これ鶏肉です。あの豚牛もタンパク質結構含まれてるんですけど、うんうんうん、鶏がね、こう一番この人体に摂取しやすいタンパク質と言われております。でね、これアボカド知ってますか？これ育乳にいいって言われてるんですよ。アボカドね、うん、これ知ってます？いや、育乳にいいとは知らないですけど、アボカドは知ってますよ。これね、ビタミン E が入ってるんですね、うん、ビタミン E、 いいんですか？そう、ビタミン E が豊富ということで血流が促進されるんです。はあ。だからこのお乳の周りの、ここ血流があんまり良くないですから、お乳っていうのは、はい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 、そういうところに血流が行くことで、こう、張りとかが出てくるということなんですね。もう G カプコさんはこの育乳キッキングによって、この連のようになられたということなんですか？あ、私はもう生まれつきですね。あ、生まれつき、もうこれは天から授かったもん、ね、まあでも、まあ、このクッキングで育ったっていうのもありますけど、うん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 、もうおぎゃって生まれた時点で D カップ。っていうのは私の。そんな人いないだろう。有伝ということで。あ、そうなんですか。父から出たみたいですけどね。こう、父から出て。何語？何語っていうのそれ。え？そういう子供のこと何語？乳語。乳。逆語とかいろいろあるけど、うんうん、乳語。乳語なんですね。乳語で生まれてきたんでね。あ、ジカプコさんは。そうです、そうです。じゃあね、早速お料理の方始めていくので、見てくださいね。はい、こんにちは。早速ね、育乳クッキングの方始めていこうよ。まず鶏肉ね。何笑ってるの？バカにしてるんでしょう。いや、してないですよ。そうやって、いやいや、エロい目で見てるわね。見てねえよ。いいわよ。いいよ。いいわよ。いいんだ。鶏ね、はい、これ切ります。ジーカプコさん、ジーカプ、何ですかその切り方は。何が今、何切りなんですか今の。乳切りよ。これ当然よ。ジーカップ以上の人はみんなこれでやってるわよ。あ、そうなんですか。そうよ。え、それ何がいいんですかそれ、その切り方で。あ、これ乳の成分がね、包丁から伝わって鶏肉に入るんでね。ああ、いいっすね。はい。はい、オッケー。それ、寄せたんすか？ん？パイ寄せ。
あ、これ最後乳切りの乳寄せで最後まな板の端に寄せてあげて。あ、そうなんですか。でね、次ね、アボカド切ってくから。はい。口にはね、アボカド職人さんいるから。ああ。アボカドはその方に任せるわ。はい。いや、僕が G カプコの旦那、G をだ。あ、G カプコの旦那さん、G を？ G をだ。G をさんですか。今日は、はい。僕、アボカド職人やってるから。アボカド職人さんなんですね。そう、アボカド、剥いて、40年。そんな老けてないように見えますけどね。あとに一緒に。はい。そしたら？え？あ、すごい。霧が甘かったよ。全然切れねえな。GO。なんだい？全然切れてない。40年やってんでしょ？ 40 年こんな感じさ。やめた方がいいよ。ジオさん職業は何なんですか？アボカド職人。アボカド職人一本っすか？一本だよ。それでその下手さっすか？うん。いつも師匠に怒られるんだよ。師匠いるんだ。師匠っておいくつですか？師匠85。その人もアボカドやって80年。あ、やっぱアボカドの師匠さんはめっちゃうまいっすか？金の。いや、こんな感じさ。いや、師匠変えた方がいいな、それ。いやでもね、師匠にはね、拾ってもらった恩があるからね。ああ、なるほど。ああ、すごい。さすが。怖いんだけど。お前は、割れただけじゃねえかよ。おい、おい、また割れただけじゃねえかよ。図工じゃん、料理じゃなくてそれ。わあ、すごい。さあ、綺麗に剥けたね。こうね、一口サイズに切ってこうね。ジーザース。はい。今ね、うちの旦那がアボカドを切ってくれたから、次の工程行くわよ。早速ね、この鶏肉に塩コショウ振りかけて揉んでください。優しく揉むのよ。優しく揉んであげて。そう、優しく。まさに G カプコの G を揉むように優しくよ。G オさんには結構揉まれてるんですか？そんなこと言えるわけないじゃない。あ、そう、すいません。そんな、失礼しました。またあなたエロメガネ。あ、ジオンエロメガネやな、一回。さあさあさあ、揉み込んだら次の工程いきます。はい、はい、じゃあね、早速サラダ油をひいて鶏焼いていくわよ。はい。だいたい中火ね。私とジオは強火だけどね。やばいっすね。なんだそれ。やばいっすねって。そんな熱々なんですか？熱々よ。なるほどな。あの、皮目を下にして、はい、鶏はパリッと焼くようにお願いするわ。しっかりとした情報も。そうよ、一応クッキングだからね。うん。はい、じゃあね、皮目を下にしておいたら蓋をします。数分待ちましょう。はい。それじゃあ焼いてる間にネギを切るわよ。どんな、何、どんな料理になるんすね。まあ、育乳よ、本当に。うん。なんですか？なんか言おうと思ったけど忘れちゃったわ。あら。あ、ネギは、あの、最後の方に。あ、父が。え？カプコさん？
何？どうなされたんですか？あの乳が大きすぎてお腹まで下に下がっちゃって重さで、これをやっぱり育乳するクッキングを食べることで張りが戻るわけ。あ、そうなんですね。そうよ、気にしないで。衝撃映像でしたけど。見ないで。ジオさんそれ知ってるんですか？ジオも知ってるわよ。あ、私朝方とか太ももに乳があるわよ。だいたいそれは朝こう戻すとこから一日が始まる。あ、そうなん、大変っすね。そうよ。まあちょっと焼き上がるまで待って。はい。じゃあね、こう皮目がしっかりきつね色に焦げついてきたら、油をね切るので、キッチンペーパーで油吸ってください。はい。でこれでね、余計な油分取りましょう。結構出るわね。出ますね。出るわね。そうですね。やだ、またエッチなこと想像して。いや、カップさんが誘ってきてるんじゃないですか。そんなわけないじゃない。はい、じゃあね、だいたい皮目がパリッと焼き目がついたら、はい、アボカド入れていくわよ。はい。あー、いい匂いですね。結構いい匂いになってきたわね。はい。まあ、アボカドざっくりめに炒めてください。はい。はい、まあね、だいたいさっと炒めたら砂糖、よいしょ、砂糖がまあだいたい2杯、甘い関係ね。うん。醤油がこれもだいたいね。ああ、入れて、酒、みりん、でちょっとね辛み欲しいから七味、まあ鷹の爪とかでもいいわ。はい。で軽く煮詰めていってください。煮詰めるんですね。煮詰めちゃいますよ。うん、いい匂いですね。いい香りね。ネギもさっと炒めて。Gカプコさん結構料理するんですか？Gカプコは最近いっぱい自炊するわ。あ、最近なんですね。そうね、昔はやんちゃしてたから、外食外食。あー、そうなんですね。そうよ。じゃああとさっとネギに火通したら完成ね。はい、じゃあ最後ね、だいたい火が通ったら最後盛り付けするわ。ちょっと待っててね。はい、これで盛り付け完了、完成です。鶏とアボカド丼です。見てください。早速ね食べていくわ。はい、お食事処へ行きましょう。さあ、それじゃあ完成ということで、早速食べていくわよ。そんなに動くんですか？育乳飯だから食べてみて。いただきます。いただきます。うまいな。うまっ。鶏もカリカリやん。うん、うん、美味しかったわね。あら、ちょっとあんた、大変なことになってるわよ。すごいじゃない。それでは、この育乳クッキング、いいと思った方、高評価を、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。バイビー。いや、終わったね。何してんの？何が？ずっと。なあ、Gカプコって誰だよ。Gカプコだ。なんで俺も G をやらされてんだよ。なあ、いやいやいや、でもこれ本当にちゃんとした育乳メニューだから。あ、そうなの？やってほしい。ながらハイロング。